こんばんは、楽勝学の塾長の木越和夫です。商売は若さなりのお箸を売っておりました。お箸なんていうのはもうどこの家行きましても台所の中に20膳30膳と有り余っているわけです。そして私は観光バスをお相手にしてましたので、観光バスからうちのお店に入ってこられるお客様は、おいベンチはどこやと、もう買う気が全然ございません。購買意欲がなくて物が余ってる、なんか日本の経済に似てるところがあります。その市場で30年間私は商売やってきました。その商売のやり方を講演という形で、日本全国を回って皆さん方にそのノウハウを伝えてきたわけですが、もっとそれを具体的に、もっと具体的にお話をしたい、もっと具体的に伝えたいということで、若狭場まで楽勝学という塾を開きました。これは一つは年齢は問いません、もちろん性別も問いません。皆さん方が集まってお互いが人間力を高めようということで、具体的に具体的に具体的に、そしてすぐ明日から実行できるような実践的なセミナーです。どうぞエナにも通学広がってます。どうぞ今度のエナは、エナ楽勝学は、中井先生の商売は継続という素晴らしいお話を聞きながらの人間力を高めるセミナーです。ぜひお越しください。ありがとうございます。Yeah.